薬味薬味あ今日は薬味です。主役は薬味もう薬味を美味しく食べるにはというやつです。はい。今日の食材はこちらです。たけちゃんです。お何ですか宮城県産カツオです。おいブリブリ今日楽しみすぎてカツオのシャツ着てきちゃった。それカジキね。見てこの油。やばいね。須賀川の松屋スーパーさんで。今日はカツオのわら焼きということで。はい。火力タフですぐ焼くこと。氷水に浸せば身割れしないよっていうことをいただいたんで。反省点ばっかりです。そうです。だから今度は美味しくさばいていく。さばかれている。ここに薬味を挟むんですね。みんな仲良し。おうわ、きれい。しょうが、大葉、しょうが、そしてニンニク。いいよ。これ船みたいな。いただきます。じゃあ薬味ガンガン。薬味やっていく。はい。玉ねぎスライス。はい。今回使う薬味は玉ねぎと。玉ねぎ、ニンニク、みょうが、しょうが、大葉、小ネギ。おお。よく言えました。オールスター。大谷翔平はどこ。ニンニクじゃん。みょうがだね。これ薬味の大谷翔平。じゃあ小ネギは。小ネギは水払って。じゃあこれちょっと裁判所に連れて。ギャンブルはよくない。自分の範囲でね。できる範囲でやる分には全然いいよね。捕まってたんだね。水払い。水払い違い。コメントちょっと読んできますか。コメントもらえると活力だね。薬味みたいな存在だよみんな。いや、カツオです。あ、いいこと言うね。ね、言ってること皆さんが主役ってこと。あさすが薬味代表。ニンニク何かけいく。2かけ、うん、昨日実は初めてのインスタライブをやったんです。へぇ、行きたかったな。やったじゃないですか。面白かった。面白かったね。これリサさん。リサさん初めてのインライブ。インライっていうのはね、インライ見れてよかったです。イエーイ。またやろ。またやろ。ありがとうございます。千秋さん。千秋さん楽しかったです。またぜひ楽しみにしてます。にっこりハートドキドキ。こちらこそ楽しかったです。いや、楽しかった。本当にコメントしてほしいね。コメントしてほしいです。うん、なんか本当に会話してるみたいだった。いいな、楽しそう。でもね、全然目で追えないから、もし読まれてなかったらもう一回投稿してもらえないかな。確かに読まれるまで何回も。無視してるわけじゃない。無視してるわけじゃなくて、その話の途中っていうのもあるし、ちょっと集中してる時もあったら。頑張れ。ブーストかけとくわ。早く、あからさまに早くなっている。いくね、生姜。生姜好きを公言するだけあるわ。美しいよ。わ、生姜泥棒が。どうですか、ちょっと太いですか。いや、いいんじゃないですか。みょうが。はい、いい音。やばいね。3個全部いっちゃう。みょうが起きるのが気持ちいいと思うんで。ASMR。ASMR ですね。からぶってる音結構聞こえるけど。次は、小ネギ。小ネギって本当にあるだけで美味しそうに見える。小ネギってあるだけで美味しそうに見える。面白かったし。俺のかっこいいところは、取ってくれないんだ。なかなか難しいです。確率少ないんで。刺してほしい。これはいきそうだな。だって行かないと思ってた。ここで出るんかい。頑張って練習中だから。そうだね。この3人と一緒に回りたいよって人募集中です。あ、いいっすね。うん、いいね。一緒にゴルフする。チャコールコンペ。チーム戦にしようよ。ないな、俺の組になった人かわいそうすぎる。チーム戦して3人全員違うチームに分かれてさ。あー、チームミッチー、チームイガちゃん、チームタケちゃん。で、トリケで会った初めての印象でうまいかうまくないかを判断してトリケしていく。でもバチバチに決めてきた人とかすげえ人気になるから。3回目ですとかって言われたらやばい。見た目から入るだいぶかい。うちの畑を取ってきました。取れたてです。はい。大葉も美味しいですよね。大葉巻いてあるおにぎりとか超好き。味噌も、うん、味噌ね。あ、あれうまいね。うまい。あと5倍くなる。まあまあまあ、まあ、なるから。薬水。薬水です。薬水る。同じこと言った。同じタイミングで周知でーす、はい、1センチぐらい切ってみて。もうちょっと確認しないとね、やっぱりね。確認ね。よいしょ。準備がいいですね。
これ薬味いいよ。いいですか。食わねえだろうな。確認。これどんな感じかなって。あー、食った。マジでうまい。そんなわけない。マジうまいね。食い方は2種類。塩で食べます。塩ね。大人。で、あともう一個ポン酢ですね。子供。違う、子供でもない。子供。王道。王道。王道。さくら。全然なもんさくら。一人マジ高め。いけそう。いけます。はい。これでじゃあ夫婦やるか。お、いいよ。お、いい。それそれそれ。いい色、いい色。かゆい。来た。あ、いいぐらいだよ。比嘉さん、いいですか。かなりいいと思います。はい。はい、じゃあ、冷やしましょう。冷やしましょう。おい。イエティ様。イエティ様様、キンキンです。キンキンの水を用意しました。いきます。引き締まってます。ギュッてしてます。おお。冷っ。冷った、やば。水風呂どころの話じゃない。やばい、テーマ引ってくる。いや、もうだいぶ閉まってるんじゃないですか。閉まってきた。うん、キンキンだね、この水。よし、行こう。しっかり汗を拭いて。拭いてください。ありがとう。はい。もういいんじゃない。ほー、いいね。食べていこうか。塩で食べましょう。はいはい。あ、ミキサーもっとでかいの食べようよ。はい、いいっす。いいね。でかー。ちょ、これがちっちゃく見えてくるな。いやいや、いいんじゃないですか。これが今思考だと思うよ。一番のでかいだね。はい。うわー、美しい。これよ。うわ、きれい。美しいね。いや、いいっすよ。これじゃあ、薬味挟んで塩かけて一口でいっちゃってください。最高。やりましょう。出たのはですね、ここに薬味を挟むんですね。やっべえ。みょうが、大葉、生姜、そしてニンニク。あ、贅沢だね。塩かけると。うわ、どうですか、こんなの持ち方が美しいね。一品料理いただきます。はい、うめえ。うまそうだね。わらの風味が効いてます。じゃあこちらも薬味を挟んで。ネギ、みょうが、大葉、生姜、にんにくからのお塩。船みたいな。いただきます。うん、まっ。1万点。今回2本買ってきたんでね。次は何ですか。ソースで食べます。ポン酢です。ヒントが合わない。いいよ。バチグバチグ。うわ、キューってなってる。楽しみだな。切れる時の音が気持ちいい。うまい音してる。ありがとうございました。はい、さっき言った薬味のスプーンってことでしょ。そう、その例えなんか最近好きだね。そうだ。いいかな。敷布団。カツオの敷布団。これタオルケットにかけちゃっていいですか。いや、いいね。いや、マジうまそうだね。うわぁ、オーバーマックスイッター強いからな、味が。てか全部そうか。みんな喧嘩してもらうから。これは喧嘩しないんですね。みんな仲良し。はい、はい、OK、はい、完成。完成しました。薬味です。儀式へ行きましょう。はい、じゃあ儀式会場です。はい、味ポンです。はい、これですよね。じゃあ、ジャブジャブです。これ待ちきれないですね。待ちきれませんよ。まだ食べないでね。え、
よし。どうぞ。いい音。うんまいいね、美味しそう。最高です。玉ねぎも一緒に取りたい。贅沢したい。よし、来た。いただきます。100点。今日はキリンラガービールです。はい、夏の音。夏の音したね。食べます。はい。よし。えい。おお。夏、感じてますか？それだと思う。